皆さんこんにちは、木の井専門店谷口工務店代表の谷口博和です。今日はですね、今から宿泊をしてもらうお客様、これから検討されている方ですね、おられて、今から家の案内をして、で今日はゆっくり家族でご飯食べてもらうということをしてもらいます。その案内を、ね、今からさせてもらいたいと思います。さあ、今日はどうもよろしくお願いします。お母さんいろいろ大好きなの、好きなんですよ、デザインとか。あ、あすごい、めっちゃ分かりやすい、すごい、これもいいね。このなんか、木の感じがいいですね。そう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 、なんか、おいしい、空いてる場所を作るっていうのは、実は良さだったね。街の中でも、こうやって囲ってすると、なんか家の中で埋もれができる、案外気にならないかな。そうそうそう、で、格子がね、向こうから見えなくて、こっちから見えなくて、あ、そうなんですか。角度こうしてるので、意外と向こうが見えない。なるほど。こういう障子でこうすると木がね、ゆらゆらという感じ。うわー、障子もまあ和室というイメージあると思うんですけど、はい、こういう形ですっきりさせると正直断熱にも本当にお手間をあげますし、ちゃんと朝と晩と計算を掃除もしますけど、はいはい、ここでリモートワークで全然いい。ここで意外に落ち着くんじゃないですか。景色がなんかちょっと下に上がるだけで、そうですね、狭い方が落ち着くんですよね。あ、そうなんですか。いいですね。2畳ですかね。2畳、もう2畳ぐらいで旦那は2畳ぐらいでいいんですよ。旦那は2畳ぐらいで、なんか、もうこのこういう一角、これいいでしょ。いいですね、うん、これもだから窓あるじゃないですか。はい、まあ座ってください。何でもやっぱり座る。もう体験なんで今回。体験なんで。うんちくる。ここで仕事ね。ああ、ここで仕事でいいですね。壁に向いて仕事するのが嫌って言うんです。あ、これいいじゃないですか。これじゃないですか。そうそうそう。それを悩んでるんで。壁じゃない。うん、でここに緑あったらね、本当は別に。確かに外に。いいっすね。これね、だから寝室って意外と昼間使われてないんですよ。そうです、寝室で仕事してるんです。あ、そうなんですね。それしか、まあ、部屋数がもう無理なんで、マンションであの子がいたら、ちょっと部屋が聞こえなくて。このぐらいのスペースでいいんだよね。あ、ここめっちゃ YouTube の担当してる。ありがとうございます。全焼きなのがすごくない。しかも閉まっちゃったらさ。いいですね。これ椅子とか置いといて。グランピングみたいな。グランピングですね、もう。ここでバーベキューもできる。おはようみたいな。めっちゃイメージしてるやん。今おはようって言った。住んでるやん。そのシーンいいですね。住んでる。住んでるやん。だからまあ実際街行ったら、バッグの平和に登録しておいたら、気にならないですね。気にならないね。障子しとくと、カーテンもいらないでしょ。確かに。で、この木の影の感じがまた、おしゃれ。でもいいし、障子触ったらあー、これは気持ちいいですね。そっとしても思わないの、すぐそこは。だから街でも全然こんな景色を作れますよ。なるほど。本当に設計次第ってことですね。ここエイシの部屋やな。これまあ狭くても混んでいいですよね。いいですね、全然。で、ここにあのデスクも用意してるので、ここでどうぞどうぞ、お疲れ様です。よかった。ここでも働ける。ここで毎日帰れますね。いいでしょ、この広さ。あ、ここもいいな。あ、繋がってないよ。そう、ここが繋がってます。うわ、ほんまや。あら、僕が繋がってる。兄ちゃんごめん、言ってやれちゃん。子供なんで別にね。これはすごい、素晴らしい。育ててもいいですね。そうなんです。空気動線が断熱がいいんで、10分1台で回るんですよね。もう
こでも仕事できます。はい、子供が増えるまでは好きなところで働けるってことですね。いいですね、選び放題。選び放題。緑植えてるとやっぱりいいですね。いいですね。うん、絵画みたいな、ね。うん、確かに。すごい。いいね。いいリアクション。いいリアクション。元気。YouTube 分かってんな、お前。YouTube ね。ほら、雲、雲。雲だよ、変身。危ない。危ない。ガーッ。ガーッ。ガーッ。危ない、危ない。ガーッ。変身。うわー、危ない。止まれるよ。うわー。止まれるよ。一番喜んでるかもしれないですね。今日一家買ってってなんか勢いで危ない危ない危ない。家欲しい、家欲しい。実際座っていただいて、どうですか。いいですね、気持ちいいですね。パパほら、ここで仕事もここです。ここで仕事もいるシーンがどれだけあるの。ちょっと上がってお風呂。ん？お風呂上がってよ。まああと1時間ぐらい。湯張って入ってくる。はあ、すごい、本当に人が通るかもしれないね。案外見えないよ、ここだいぶ高いから。いやな、うん、そうやな。そうそう、ここは知らないよ。どうですよ。いいです。なんかどん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 低いところに行ってる気がします。ああ、意味わかる。うん、あ、外が多分同じ高さって思うから。その辺もだから計算されてるんだね。うん、でなんか旅館とか行った時によくこういうさ、木の頃あるけど、いいね、やっぱね。お風呂楽しみだね。そうやな。長風呂やで、これ。この広いスペースはいいんですけど、この洗面台はちょっと水がバシャバシャ広がらないかが不安でした。なるほど、うん、確かに。でも木もいいですね、ここも、うんうんうん、普通は全部このままさ、こういう感じじゃない？そういうのも拭きやすくなってんじゃん、合うけど。そうそうそう、拭くっていう前提ね。とか、でもこの棚も絶対使うやん。置いちゃうね。で、こっちももう全部オープンな棚とここに収納できるスペースがあるっていうのは、めっちゃ収納でかいからさ。しかもそこも収納あるからね。うん、そうやな。もうそれ廊下の収納で、タオルももうここにあるし、なんかお風呂よりここが広いっていうことが重視してる気がする。うん、そうな、ここ広いな、確かに。そう、だからもう多分ここで、まあ、いろいろ仕事できるってこと。また増えたな。そうか、洗面所で働く。ええええ、うちのチーズ。あ、ついてくるんですね。いや、もちろん、もちろん。ベランダの絵が、気持ちいい。あ、今パパ一人やね。ちょっと戻ってくれる？向こう。よいしょ。よし、ゴロンは？ねんね。新しい家に乾杯。乾杯。まだ住んでないけど。はい、乾杯。はい、乾杯。おはようございます。お邪魔します。よく寝れましたか。寝れました。
よく寝てました。よく寝てました。よく寝てました結局お昼寝せず夜まで。あ、嘘。全然9時ぐらいまで起きてた。ずっと走り回ってました。楽しくてずっと一人でここでも遊んで。ここの花もね、2歳の子がちょっと広いてるしね。確かに、そう、登ったり降りたりもちょうど自分でできるから、ね、でも窓が多いから、うん、もう昼は光がもうめっちゃ入って明るいし、なんかどこ向いてもすぐ外が見えるっていうのは良かったですキッチンとか使ってみてどうでした？キッチンも広くていいですよね、うん、こっちに物置いてあっちに物置いてお風呂も気持ちよかったですね、うん、お風呂もすごい実際入ってみて、はい、良かったですね。あんまり長風呂するタイプじゃないんですけど、ちょっと多めに入ってましたね。うん、あとこの床の木もすごいってみんな言ってます。そうですね。外もいましたけど、無駄にここに寝転がってましたね。なんか裸足がいいみたいな感じあるよ、ね。気持ちいいよね。でも結局障子閉めずに寝たんですけど、朝もでも眩しくないし、ちょうど朝日入ってきて、気持ちよかった。一つ分かったことは、戸建てやなって話してるな。そうですね、まあ、マンションか戸建てで悩んでましたという話はしましたけど、まあ戸建てですよねというふうに思ったのと、やっぱりいろいろこう話伺って参考になる点が多かったですし、まあ多分同じ、なんていうのかな、広さでも工夫によってやっぱり住み良さみたいなのが大きく変わるだろうということと、明確にやっぱこういう風にしたいみたいな希望を常に持って、やっぱりできるだけこう住みよい、なんか自分に合った家を探すということが多分とっても重要だろうなと思いました。あとはまあ、最高でしたというところですかね。はい、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。リゾート感がね、良かったです。いや、やっぱり木があるのと明るいのがいいですね。でこの台所に窓あるのってすごい好きなんですけど、あんまり台所に窓がこういう風に光差し込むのってあんまりないので、これはすごい良かったです、はい、であとやっぱり息子には一戸建てですね一戸建てお願いしますって感じですね、はい、ありがとうございます。はい、あ、そう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 、はい、質問じゃない。この家の中で一番高いポイントって、うん、あのお金がかかるポイントってどうですか？あ、いい質問ね、うん、なので、うん、一番気に入ったここが高いのか考えそうですね。あの単体で見ると、うん、この窓が一番高いです。窓、あ、そうだね。結構特殊なんです、これ、はい、木製窓で、あの性能もいいやつだし、特殊で作るとこれがあるとないと全然違う。違いますね。窓重要だなっていうのはすごい思う。窓重要。あとはもうちっちゃい窓はね、これ全部木製なんで高いんですけど、そこはもう既製品上手に使って、うまくやればいけます。で、あとはもうキッチンとかはこだわったらいくらでも上がっていくので、それはもうショールーム行って、ね、これを見られたらいいと思うんですけど。だからまあどこにお金かけるか、まあまあまずね、まあ、その環境とか場所とか考えると、窓はちょっと重要かなと思います。一箇所、一箇所はちょっといいの、押さえとく。これだけで楽しくなりますから、ね。まあ、重要なんですよ、毎日使うので。それはもうカタログではっきり選べるんで、もう50万円から1000万円ぐらい選べますよね。で、窓って変えれへんので、分けつけです。私らもすごい窓はこだわります。どこにつけるか、もうそれでこの家が決まるみたいな。あと何かありますか？そうですね、いや質問としてはないですけど、やっぱりどうしてもさっきおっしゃってたみたいに間取りだとか、
まあ、外観とか、はい、そういう時に、はい、ところに意識が行きがちだったんですけど、はいはい、立てるとなるとすごい勉強になったのが、まあ、どこにこう重点を置いてお金かけるかっていうことと、やっぱり実際に座ってみてとか、昨日一日いろんなとこ座ってみて、はい、ここが心地いいなっていうところに、じゃあ大きい窓を置くのかとか、はい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 、どこにお金をかけて他はそんなにっていう取捨選択をするっていうのが重要だなと思いましたし、そのためにはいろいろ見てやっぱり学んで、自分たちが好きなところとか重要なポイントなんだろうって調べることが多分とっても重要だろうなというのが非常に勉強になりました。ありがとうございます。非常に参考になりました。今日はですね、宿泊体験をしていただきました。今日のこの動画がですね、参考になったと思われる方は、いいね、コメント、チャンネル登録お願いいたします。谷内工務店のホームページを見ていただいて、お問い合わせとか資料請求していただきますとですね、私が書いたこの本をプレゼントさせてもらってますので、よかったら問い合わせもしてください。以上です。ありがとうございました。